やってみると本当に気分転換になりますよね。それ面白いな。最後のフィニッシュがいつも決まらないけど、まあいいんじゃないですか。もう通電させることに全てかけてるんで。そんなに脱出一辺倒じゃないんで、このゲームだと。救助も行ってるし。行ってないの？発電機回すマシーンってやーべえと思うわ。状況判断考えて勝手に助けてあげたらいいじゃん。使えねえと思うわ。発電機回して見つかるやつとか無理だから、まんないからな。こっちの木村優衣か知らないけど。
テーザーびっくりするほど速すぎて。やるべきことをやろう。なんかやってるのに。いかないとはいい。マジパティーンじゃないよ。諦めるな。量ばっかり真面目にやってどうやって勝つんだビルジーは。僕に言いたいよ、量コンテストやってんじゃねえんだわ。発電機回すんだよ。もう負けるかと思ったけどここまで持ってこれただけでいいんじゃない。レースだけ気をつけて。サンドウィッチに食べるから。戦わないといい。向こうを回させるために必要だ。ゲートを上げる狙われようが何だ。チームのためにここ悪い。誰が見たいんだよ。自分が抜けるためにはぐれてるやつなんて。そこにチームがある。勝ち負けじゃない。いなりそうだな。よしよし、これこれヒールちゃん、よし気持ちいい。よし、戦うしかない。向こう側を回すためにこっちになるべく引きつけなきゃいけない。戦わなきゃいけないんで。引きつけることも大事なゲームなんだけど、ほんと隠れて見えなくしてたらそれは向こう行っちゃってやられちゃうでしょって話だからね。ああ、これはヒラヒラ。うん、はい、楽しかったです。
位置がさ、3つありすぎてさ、位置が分かんないってあるよね。キラーももうどうでもいいと思ってんじゃね、もう朝の逃げろと思ってんじゃね。こんな感じになるからね、2人の家は厄介ね。2人の家は厄介ね。まあ、まあ、まあ本人も、チームプレイができたと思ってるから満足してるんだね。脱出ができなくても。俺も結構あったよ。結構あったけど、チームとして勝てればそれが喜びだからね。脱出できれば嬉しいけどね、もっとね。チームとしては勝ったから。うん、はい。楽しかったです、僕も。なんか夢中になってゲームやりましたね。楽しかったですね。